はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、パドレットの、えー、アカウントを作って最初の設定をするところをご紹介したいと思います。はい。まず最初に、えー、Google でパドレットというふうに検索してみると、最初にですね、えー、この https の padlet.com というのが出てきます。パドレット you are beautiful って書いてあれば、これで大丈夫ですね。これを開くと、こういう画面が出てきますので、この新規登録というのを押してみましょう。 そうすると、こういう、えっ、ー、と、あのー、新規登録の情報を入れるところがあります。ここでは、この Google で、えー、入ってみることにしますね。これを押すと、こんな風に来て、えー、まあ、これちょっと仕事用の、えー、と Google のアカウントなんですけど、これをそのまま選んでみましょう。で、こちらがタダで、えー、こちらが1ヶ月780円かかるものです。で、ここでは、まあ、ちょっと一応違いがここに書いてあるので、興味がある人はここでポーズして、 えー、比べてみてください。まあ、ここではですね、えー、ただ、無料の方を使ってみたいと思います。はい。えー、で、ここでパドレットへようこそというふうに、最初にこういうのが出てきますから、えー、ここではパドレットを作成というふうに言ってみましょう。はい、これですね。ここのところですね。こうやって押します。で、あの、まあ、いろんな種類があるので、これもですね、皆さんが、えー、ここに書いてあることを見ながら、えー、やるといいと思うんですけど、一番簡単な、シンプルなのはこのウォールってやつですね。 えっとそれから私はですね、このシェルフっていうのもよく使います。これは、あの、えー、これ違いはですね、このウォールの方は先生が1つの課題だけ、1つのトピックを先生が書いて、それについて皆さんがいろいろコメントするパターンですね。このシェルフの方は先生が2つとか3つの、えー、質問をして、それについて、あの、まあ、今度一番上のところに質問を書くわけですね。 そうすると、下に皆さんのコメントが繋がっていくような形になりますので、これも学校ではよく使うんじゃないかと思います。ただ、まあ、ここでは一番簡単な、この、ウォールというのをやってみたいと思います。はい、そうするとですね、こういう設定の、あの、さっきのウォールという形の、えー、あの、パドレットが一枚開いたところなんですが、こちらの方に、えー、設定の画面がありますので、ちょっとここを見ていきましょう。 はい。まず最初はアイコンですね。ちょっとアイコンっていうのはどこにあるかっていうと、ここのところですね。はい。アイコンのこの、なしというのをクリックすると、こういうのが出てきます。まあ、ここでは、ちょっと日本語関係なので、この、えー、日本語のところにチェックを入れて、こういうふうにいってみましょう。えー、でそうすると、えー、それからその次に、えっ、ー、と、ページ URL っていうのもありますね。ページ URL は、ここはその、えっ、ー、と、日本語の自立学習の、えー、第三学期という、 イメージでやってみました。そうするとセルフダイレクティ JP3 みたいなんですね。えー、こういうアカウントを自分で作ることができます。で、ここからここまでをコピーして、それを皆さんにシェアすればいいわけですね。はい。えー、あと、誰が書いたかを表示するのも、ここ、デフォルトではオフになっていますけど、僕はここはオンにしていますね。はい。で、えー、ログインしてない人は、あの、にいます。えー、匿名という形で出てきます。ログインしてる人は、その人の名前が表示されます。 はい。あとコメントもデフォルトで私がオフになっていると思いますが、僕はいつもオフにしています。あの、オンにしていますね。それからリアクションも、えー、あの、種類が何種類かあるんですけど、僕はこのハートマーク、いいねですね。イートマーク、いいねマークで、えー、学習者がリアクションができるように、風にしていることが多いですね。はい。で、これが終わったら、この右上のところの次へを押してみる、押してみましょう。そうすると、えー、もうこういうですね。 え、準備完了というのが出てきますから、早速投稿を作成をしてみましょう。はい。で、これがさっきの、えー、あいですね。今日の授業で何をしましたか、来週の授業までに何をしたいですかっていう、そういう、えー、質問について皆、皆あの、学習者が回答する、そういうパターンの、えー、ウォールですね。はい。で、この一番下に、あの、最初はプラスっていうのがあるんですけど、ここにこうやってマウスを持ってくると、こういう、あの、えー、あの、説明が出てきますね。なので、この、 えー、この鉛筆のマークを、えー、押すと、えー、あ、すみません。これちょっとその前ですね。鉛筆のマークを押すと、えー、もうすぐに入力ができると。えー、で、もちろん先生も入力できますし、学習者の皆さんも入力することができるわけですね。でそのためにどうすればいいかっていうと、この、えー、URL をもうコピーして、で、それをその、えー、学習者のチャットなり、何かにペーストすると、えー、すぐに皆さんが入ってくることができるというわけです。 はい、えー。それではここまでですね。そして冒険は続きます。